1>, 全国1億2000万人の宅配メカ部員の皆さんアップトリム60アップトリム60今回は今回はゴールデンウィークひまやでメカ部員に送る実写沈黙の艦隊の感想をやるわアマゾンプライム会員なら追加料金なしで見れるにゃ見てから台本上がるのにずいぶん時間かかったわねなかなかに難しくてねいいんだけど悪い悪いんだけどいいモヤモヤするので言語化してみたという感じよははあ ネタバレ注意にゃ気にする人は耳と目をそらすのにゃ「沈黙の艦隊」「沈黙の艦隊」とは1988年から1996年の間連載された川口海事による漫画作品「日本の近海での海難事故海上自衛隊の潜水艦「山並」が事故による悪戒 しかしそれは事故死を偽装した山並みの乗員を日米国非開発の潜水艦の乗員とするためのもの無茶をするわねこの日米国非開発の攻撃型原子力潜水艦「シーバット」に乗り込んだ自衛艦が艦長の海枝得だし老式化で反乱を起こす潜水艦「立浪」の艦長深町日本政府米国多くを巻き込んで物語は展開するテロとして処理しようとする米軍と 便に済ませたい日本、緊迫する状況の中で戦闘を開始するシーバットは独立国家大和お宣言海江田四郎の目的は何なのかみたいな話なのだけどその川口海事原作の漫画を映画化その後アマゾン動画化ね漫画は読んでる映画は見てないアマゾンは見たその上での感想なのだけど結構頑張ってるお金がかかってる役者が抑えた演技をするアクションシーンも見せ場あり好評かね それでもどうしても、もよるとしたら。もよるとしたら今の時代にこれをやるなら、もっとちゃんと、今の時代に合わせてやってほしかった,ったわ。あまた時代性の話なのね。そう、時代性の話。沈黙の艦隊って、トリティカルフィクションではあるけど、漫画は相当にとんでもなわけよ。漫画だからギリギリ許せるリアリティ。潜水艦内でスピーカーでクラシック流して音量調節しながら敵に近寄って、距離を偽装するとか、どう考えても頭おかしいでしょう リアルだと共鳴するのは無茶そうね。漫画だと双子忍者みたいな敵潜水艦とかフロントアンテナで綱引きとかいろいろやるしね。水圧は少しの傷も見逃さない。とか言ってるけどお前船体にナイフで山取って刻んでなかったっけとかああ実写ではあれやめてたにゃさすがにダメだと思ったのかにゃあれは現代版ということでテプラをペタッと貼ればよいと思ったのだけどやってくれなかったわそれはないわ。 まあそんな感じで、漫画だからギリギリ政府の潜水艦バトルを実写にしてるのかなりきついのよ。話を聞いていると漫画がギリ政府に聞こえない。その辺は漫画マジックね。実写にすると、その魔法は消えるので。実写には実写用の魔法が必要よね。政治劇も当時の政治状況の影響を反映させているとはいえ、漫画だからギリギリな感じなのよ。実写では相当厳しい。CG も何と言うか、良い CG も多いのだけど、 戦闘シーンが模式図的というか、本当にそういう戦闘があって、そこにカメラを置いたとして、そんなに取れないでしょうよ。てが、光源が届かないでしょうとか、水の透明度が足りないでしょうとか、水中爆発で起こった水の濁りが、そんな簡単に消えるかとか。困ってよ。漫画の川口海事の絵って模式図的だから、すごくわかりやすくて意味を取りやすいけど、リアリティを出すための絵ではないのよ。むしろ人間表情や感情をダイレクトに伝えるために研ぎ澄まされた絵だと思うわ。 絵はめっちゃうまいけど演出は福本信之的にゃ記号的に表現することで伝わるものというのに意識的なのねそして同じいくつで川口楓漫画はぶっちゃけ顔漫画だと思うのよ海枝の顔アップドン深町の顔のアップドン誰か政治家の顔アップドン川口楓のコントラストの強い画の,の力で無理やり持たせてるような緊迫感なのよあ確かにドンだわ実写化するとずっと。 大沢高尾がドヤ顔してるだけで敵に辛いのよ。動きないし。ドヤ顔よな。漫画でも表情バリエーションは、ほとんどないのだから、実写化したら、そやそうだという感じよ。いつも不敵な会話だ。いつも叫んでる深町。それでもネームのテンポが良くてザクザク読めるし。ストーリー展開が非常に引きが強いので、そこまで記号化されているからこその面白さがあるわ。母、はあ。ずっと、同じような表情ということは、お話的には緩急が少ないってことよ。でも、 漫画はそれを買おうと、セリフで乱公言させつつ、バトルと政治劇で、興味を引っ張り切るすごい構成になってるのよ。なるほど。最初の方の、山並みなぞの沈没からの、極秘開発の潜水艦に登場、といったあたり、よく考えなくても、なんでそんな手の込んだことを、というのを、漫画の力技で、サスペンスとしてスルスル見せるよ。そして、その極秘開発の潜水艦が逃走、過去を積んでいるかもしれない。 嘘の上にさらに大きい嘘をかぶせてひたすらエスカレートさせていくわ。米軍核の在庫管理ちゃんとした方が良いわよね。ちょっと冷静になると全く無理な話を劇中それっぽく進めるのはプロの技にゃ。細かい嘘にこだわる前に新しく提示された問題が面白そうでつい見ちゃうって構造ね。こういう作撃させたら川口海二と浦沢直樹は何か神がかって感じるわ漫画だと。この戦闘が終わったら 米軍は我々の前にひれ伏すとかえっとなるの次みたいなセリフをバンバン出すけど特にどうにもならないのよどうにもならぬのか煽るだけ煽って煽ったことは忘れて次に行くのよはいはい次の問題みたいな流れゴリラーマンみたいな策撃ねバキでいっとモハメド・アライは完成した全く完成してないだいぶ違うと思うわこの辺本当に漫画力ね何でもないようなことを強烈に演出する 嘘でもいいから引きを強くする。ところが。ところが。映画版は実写だから、当たり前のように、そんなほな、いや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 、という突っ込みをどうしても入れたくなる。これは、比較的尺をゆっくり使っているので、視聴者が巣に帰るタイミングが多すぎるのだと思うわ。まともな理屈が通用しないが、めちゃくちゃ面白い映画として、バックトゥザフューチャーがあるけど、あれは視聴者が巣に戻る隙を絶えないわ、そしてちゃんとロジック固いところだけを視聴者に見せ続けるので。 映画を見ている間だけは楽しく騙されることができるのよ。あバック・トゥ・ザ・フューチャーすごいわよね。過去が改変されると写真の中の自分が消えていくとか全く意味不明だけどあのガジェットでものすごくお話が分かりやすくなってたりするし力技よね。沈黙の艦隊のお話のファンタジー具合はバック・トゥ・ザ・フューチャークラスというかあれ以上かもしれないでしょう。確かに日米国非開発の戦闘厳選を自衛隊員が奪取そのまま独立国家宣言相関技術だけで。 米軍を煙にまく、無茶ね。でも、まんって、そのフォーマットによって、それをアリにする力があるでしょう。むしろその力技を楽しむ感じ。確かに。実写でそれをアリにするには、相当用意しゅにやらないと難しい。実写ってどうしても、リアリティの壁が目立つし、それを下げると、コントになるものね。沈黙の艦隊を実写化するならば、その骨董向けをどうアリエそうに見せるか、そういうものを期待するわけよ。ははあ。で、 この実写ドラマ版の沈黙の艦隊は、すごく頑張ってるのよ。頑張ってるんだけど、じっくりと尺を使って話を進めるので、無茶な話に、無茶だなと思う隙だらけなのよ。話がゆっくりだと、突っ込みたい気持ちが熟成されてしまうのよね。次々と新しいことが発生して、それが面白ければ、突っ込みたい気持ちは薄れるのに。漫画版は、特に序盤のテンポの良さが半端なく。私は見てないけど、映画版は、英国で終わるのを。 ってぐらい話が進まなかったというわ。ドラマ版に関しても、一話あたりの情報量の薄さには、不満が大きいわ。尺の長さに対して、動いてるドラマが少ないのよ。はは。その間、ずっと大沢高雄は、どや顔よ。あテンポもっと良ければ、もっと気楽に見れると思うのだけど、ずらっと並んだ役者が、結構抑えたい縁にしてるのだけど、話が動かないのよね。尺稼ぎかと思うような、相話もあるし。うん、なるほど。そして、 この映画のポイントとして、時代を現代に変更しているわ。お、時代性の話ね。時代性の話よ。私、原作改編は、原作者が怒らなければありの人なので、漫画で決着がついてから28年、同じことをやっても仕方がない、あれを超えることは無理。そう分かりきっている、沈黙の艦隊を実写化するにあたり、原作を改編して、舞台に現代を選んだのは、ありだと思うのよ。ありなのか。ありありね。英単だと思うわ。 そして原作者も多分怒ってない。川口海事先生はいい人で、空母いぶきの実写化に、全く文句を言わなかったというわ。金閣者にもほどがある。そして、現代劇を選んだ沈黙の艦隊実写版は、いい判断だと思うのよ。時代が違うのだから、全く同じ話をやっても、金迫感は出ないわ。今更ソ連出てくる話は古臭いでしょう。ナジスドイツが出てくるようなお話なら、時代劇として楽しめるけど、架空戦闘とポリティカルフィクションで、 時代劇を楽しむのはなかなか難しいし、潜水艦がいかに最新鋭かという話でもあるし。そうよね。だから現代劇にしたのはありだと思う。でも、現代に合わせての手の入れ方が足りない気がするのよ。足りなわか。漫画の沈黙の艦隊は、あの時代だから。国連中心主義とか言い出すかれ具合とか、米国のーブが頭おかしいとか、日本の文部の気が狂ってるとか。それでもありとして読めたと思うのよ。漫画だし、そういう全てを計算に入れて、 ギリギリのキワキワ攻めだったと思うのよ。漫画は、絵空ごとそれっぽく書くには、最適なメディアだものね。ギリ政府のキワキワだからこそ、トリキカルフィクションとして面白いのよ。あのストーリーは今の時代だと通用しないでしょう。あの当時のギリギリは、今のギリギリとは違うから、今の時代には、今の時代に合わせた、ギリギリキワキワがあると思うのよ。今はほら、本当に気なくさいし、王国が海洋国家としての派遣に手を伸ばしているし、王国が、 潜在一軍のチャンスとして、引き金引き絞ってるし、各国、さすがにないわと思いながらも、一定以上動けないし、そこに、こんなお花畑みたいなプロットだと、なかなかに突っ込みどころが多すぎて、逆に突っ込めないのよ。時代を現代にして、細かなところを時代に合わせて改変したけど、時代が先行きすぎて時代にマッチしてない。はん<ぁ>でね、時代を現代にしてパーになった演出の一つに、ラストバトルがあるのよ。ラストバトルで 対戦水艦戦闘で、ヤマトを追い詰めるために、漫画だと大量の爆雷を巻くシーンがあるのよ。大きい見せ場ね。実写版でも、そこが大きい見せ場になってるわ。でも、実写版ではそれが、アスロックになっているわ。現代では爆雷の家内いし、アスロックだから。はいはい。アスロックを大量に同時発射すんな。アスロックを大量に同時発射すんな。アスロックを大量に同時発,発,発射すんな。ささささょ責任ょ々。ダメなのダメなのよ。 アスロックを同時に撃つと、アスロック同士が探知し合って瞑想するわ。アスロックは一発ずつ撃つのが基本よ。知らな。絵にならないから、あえて、あえてなのだと思うんや。ということで、時代設定を変更して、基本構造をあんまり変えてないので、トリキカルフィクションとして無理がある。戦闘シーンに無理がある。残されたものは、役者の顔芸。でも、顔芸もバリエーションがない。それは不敵な笑みと叫んでるばかりでは、何時間も見てると辛いわ。ははあ。 正直もっとゴリゴリにシナリオをいじって、今の時代の潜水艦の反乱を描き、トリキカルフィクションとして、キュワキュワをついて欲しかったのよ。それで大失敗しても私は喜ぶわ。そんな実写版進撃の巨人みたいなこと。冒頭で母国と母国にとりあえず、一発ずつぶっ放すとか。無茶言うな、その後どうするんだ。それなのよ。一体この後どうするんだ、どうなるんだ、っていう話が見たいのよ。漫画版はそれに成功しているのよ。あれは、 シミュレーション的な側面があるわ。強引でも面白いでしょう。実写版は時代の差があって、そこまでの吸引力を持たなかったわ。残念、ね。個人的には加点ポイント多いのよ。役者がみんな抑えた演技をしている。所属絶景のおかげで、めちゃくちゃわかりやすい。あのわかりやすさは、発明的にゃ。船の中はかなり丁寧に作られている。体芸の趣向のおかげで、潜水艦内の映像が結構見れたけど、ものすごくそれっぽく作ってあったわ。特にキッチン。 よく似せてあったわ。アップトリム60で、醤油瓶ひっくり返りそうだけど。そんなレッドオクトーバーを終え、みたいな、緊急浮上は、普通はしないのにゃ。本物を使った映像を挟み込むことによって、CG やセットの煙幕としてもよく機能しているわ。ほほ。まあそんな感じで、リアリティをちゃんと担保した上で、嘘ついてるので、これでもう少し嘘がうまいか、嘘が加速度的に暴走したら、大満足だったわ。母、撮影、絵作り、 役者が良くてシナリオとテンポが不満なのね噛み合わない感じがもったいないのよねちなみに私は言った通り原作既読でドラマを見たのだけど水槽がふぶちゃんが原作読んでなくてドラマ版だけを見たのよね口頭無形すぎてのレヌって言ってたわ <laughs> 私は漫画読んでたからこれぐらいの無茶はしたたがないそれにしても実写と相性が悪い時代とはもっと相性が悪いと思いながら見てたのだけど原作知らないと そういう段階的な感想抜きで、かっ飛ばしすぎに見えるっぽいわ。核弾頭の数も数えてない米軍とか、ノープランにしか見えないカエだとか、漫画でもギリギリ何かあるのかなと思わせることに苦労してた感じなのだけど、実写で人間がそれをやるともう、どうしても生活感とか跳ね上がってリアリティの分だけ、嘘くささが目立ったわ。補給や乗員の生活の限界をどうするんだろうという大きい疑問があるのを、漫画はうまくごまかしていくのだけど。危機感を煽るだけ煽って。 ギリギリになってから実は補給ドックがみたいな話が出てくるのにゃ実写だとさすがに補給ドックがあったところでくんなの人生のレールを戻せないぞとあ気にしだすと気になるかもねそんなあれこれを考えながら見ていると最終的に記憶に残るのは大沢と顔のドヤ顔だけなのよとやんアスロック大量打ちは遅くさいから s a b m を母国にぶっぱなせばよかったのよよくねえよ いやそんなわけでメカブでは大沢たかを超応援しています文句言いまくっておいて合計8本8時間弱の内容を最後まで見たのだから面白かったのよもっとでかい嘘をぶちかましてくれるのを期待しちゃうのよこれ続編作るかもしれないのよねまだわからないけど期待したいわ<ぁ>そろそろ締めるのにゃせーの光は海の底のりぎをする,するもうちょっと揃えなさい メカ部では部員募集中、チャンネル登録、拡散、ありがとうございます。個人の見解なので、同意できない人はごめんなさいね。こういうのは人それぞれよ。では次のメカ部の時間、メカ部チャンネルで。メカ部チャンネルで。